サムライメイデン。私、どこにいるの？私を、どこに連れて行くの？私は、調律の巫女よ。調律の巫女の末裔よ。誰？調律の巫女って、私のこと？魔王に会うのです。魔王？その人に会ってどうすればいいの？魔王に会い、そしてそしてどうするの？あなたは誰なの？声が聞こえないよ。私は私は…で、え？ここどこ？なんで私こんなところにいるんだっけ？っていうか火事？消防車を呼ばなきゃ。県外？嘘でしょ？どうしよう。ここにいたら焼け死んじゃう。とにかく少しでも安全なところに移動しなきゃ。それにしても、なんでこんなことになってるのよ。夢ならマジで今すぐ覚めてほしいんだけど。誰か、いませんか？止まれ、娘。よかった、人がいた。いや、あんまり良くはないのか、この場合。でもよかった。おじさん、早く逃げなきゃ。ここはまだ安全っぽいけど、時間の問題だよ。あっちはもう焼け崩れ始めてるの。貴様、光秀の手の者か。光秀さん？知り合いにはそんな名前の人いないけど。それよりどっちが出口か知ってる？一緒に逃げましょう。待て、静かにしろ。え？信長の天下も今宵限りや。しらみつぶしに高まる。ありぬく一匹見逃すな。織田信長とて人の子、我らで一斉に切りかかれば人たまりもないだろう。何？あの人たち、誰かを探してるみたいだったけど。娘よ、お前が光秀の手の者でないのなら、今出ていくのは得策ではない。どうして？さっきの連中に殺されるから。冗談もいい加減にしてよね、おじさん。それより、スマホ持ってたら貸してくれない？私のは電波が入らなくって。救急車？消防車？何でもいいや、とにかく呼ばなきゃ。スマホ？意味がわからない。意味がわからないのはおじさんの方でしょ。おじさんがここにいたいなら勝手にすればいいでしょ。私一人で逃げるけど文句ないよね。俺のせいでこんなことに巻き込まれたかと思えばこそ
申し訳ないと思って教えたのだがな。俺は別に構わん。のこのこ出て行って切り殺されてこい。いやいや。え？おじさん、それマジで言ってるの？だのなんだのと好き勝手言ってくれる。まあ、事実だな。じゃあ、あの人たちが探してるのっておじさんなの？そうだ。あ、そういえばおじさんの名前聞いてなかったよね。人に名前を聞くときは自分から名乗るものだ。ま、私は玉織紬。見ての通りただの JK よ。おじさんは…ここだ！ここにいる！おらおらよ、マグゼイ！奴を殺せば、ミツヒデの中から3枚の褒美が出るぞ！これぞ警告状か！聞いての通り。俺は織田信長だ。ちょ、おじさん、声が大きいって。見つかったら殺されちゃうんでしょ？増兵の数が多くなってきた。少し減らすか。減らすって。娘、邪魔をするなよ。間違ってお前まで殺してしまっても俺は責任を負わぬ。あの、もしかして本物の織田信長？そう言った。宴会人のあろう方が諦めの悪いことだ。もう死ぬしかないというのに。できれば生きたまま首を取れ。崖こげた死体では誰かも分からん。出入り口は全て塞いでいる。逃げ場などないはずだが。奴はまだ広報の中にいるはずだ。何としても探してほしい。司令、我らはこっちを探す。沢は東側に回れ。ここって本能寺なの？そうだ。今日って思い出せ。私、そうだ、思い出した。今日って天正10年の6月2日？うん。織田信長、本能寺、6月2日？もしかして私、戦国時代に来ちゃったの？ちょっと待ってよ。戦国時代？ないない、ありえないって。信長さん、これってドッキリなんでしょ？じゃなかったら夢よ。そうに違いないわ。落ち着け。お前が何を言ってるのかさっぱりわからん。逆になんで信長さんは落ち着いていられるの？マジで火事だし、あれでしょ？命を狙われてるんでしょ？
ジタバタしたところで始まらんだろう。この程度の危機、今までいくらでも切り抜けてきた。いや、今こそジタバタしようよ。マジでヤバいって。信長様。ん？誰だ。よかった、ご無事だったのですね。いいよか、忍びが何の用だ。急ぎ、信長様にご報告したいことがあって参じました。今忍びって言った？忍びって忍者のことだよね。この衣装のコスプレなの？よくできてるな、めっちゃ可愛いし。こういうのどこで売ってるの？それとも手作り？あなたはどなたですか？どうして信長様と一緒に。あれ？何？私がどうかした？あー！調律の巫女様！え？調律の巫女？それ、なんだっけ？最近、どこかで聞いたような。間違いありません！調律の巫女様です！ああ、何？どういうこと？いいよ、この者が誰か知っているのか？分かるように順を追って説明を。なんだお前たちは。無おじ様はちょっとどいていてくださる？私たち、そっちの女の子に用事があるの。鋼さん、そのお方は織田信長様ですよ。そんな失礼な。この男が誰だろうが、わらわたちには関係ないのでな。なんだか大変なようだが、そっちの問題はそっちでなんとかしろ。小耳さんも、信長様を怒らせるようなことは控えてください。天下武武の織田信長様ですよ。知らん。で、本当にその娘が調律の巫女なのか？はい、間違いありません。お告げで見た通りの姿をしてらっしゃいますから。これがな、わらわにはとてもそんな力を持っているようには見えんが。えい、静かにしろ。これでは何が何だかわけがわからん。申し訳ありません。俺に報告があると言ったな。分かるように順を追って説明しろ。私もそれ聞きたい。はい、ですね。いいおちゃん、そこまでよ。事情を説明してる暇はないみたい。え？いかん、いつの間にかすっかり義外に取り囲まれておる。長々と話しすぎたか。義外？何それ。あれを見ろ。何あれ。魂を失った亡者の慣れの果てだ。聖者を見れば見境なく襲いかかり、命を貪る。光秀の陛下、ついにここまで追ってきたか。信長様、勝手ながら信長様の所蔵から魔を払う力があるという刀をお持ちいたしました。どうぞこれを。それはこの娘にくれてやれ。見れば丸腰のようだ。俺はこの左文字があれば十分だ。わかりました。では調律の巫女様、どうぞこれをお使いください。刀？でこれ真剣じゃない。使えってこんなものどうしろって言うのよ。死にたくなければ戦うしかあるまい。自分の命は自分で守れ。そんな。
死ぬって。俺はこんなところで死ぬわけにはいかんのだ。戦うのなら俺の後についてこい。行くぞ。ちょっと待ってよ、あんなのと戦うなんて無理だって。危ない、巫女様。そうよ、だからお願い、今は戦って、後でちゃんと説明するから。迷っている暇はないぞ、腹をくくれ。でも戦えって言われてもどうすればいいかわかんないよ。大丈夫です、これから戦い方をお教えします。それに私たちが巫女様を守りますから安心してください。では参りましょう。私たち置いてけぼりじゃないの。信長様はいつも先陣を切って戦に飛び込むお方ですから。はあ、夢なら早く覚めてほしい。でもあちこちすりむいたのに普通にいた
し、やっぱり夢じゃないのかな。静かに、あれを見ろ。あの人、これまで相手してきた骸骨の人たちよりずっと強そう。他の機械と違って、あそこから動く気配がないな。あれを倒さねば、先には進めなさそうだ。はい？いや無理でしょそんなの。お主、調律の巫女なのだろう。あれくらい倒せなくてどうする。またその巫女の話になるの。仮に私がその調律の巫女ってやつだったとしても、無理なものは無理だってば。でもあれを倒さないと奥へは進めないわよ。なるほど、巫女様からすれば自らの手を煩わせるまでもない相手かもしれませんが、私たちにとっては十分強敵です。あの、私の話聞いてた？それに立ってるだけの人にこっちから切りかかるのもどうかなって。あの人、倒さなくちゃいけないの？何度も言うが、あれは人ではない。被害といって、生きたいという欲望に操られているだけの人形だ。近づかなければ襲ってこないんでしょ。だったら近づくのやめよう。残念だけど、その選択肢はないの。だよね、そう言うと思った。これが夢なら、ほんと早く覚めて。そうは言っても、ミコさん、なかなか強いじゃない。私はあれ相手に引けを取るとは思わないけど。そう？剣術はちっちゃい頃から仕込まれてたから、実はちょっとだけ自信があったりするんだけど。強いのはおそらく奥に控えてるあの一体だけよ。巫女さんを中心に私たち全員で戦えば勝機はあるわ。鋼さんの言う通りです。巫女様が一緒なら必ず勝てます。天才であるわらわもついていることだしな。大した敵ではあるまい。みんな好き勝手言わないでよね。で、しつこいようだけど、本当にやらなきゃダメ？はい。わかった、わかったわよ。やればいいんでしょ。どうせやるんだったら思いっきりやってやるわ。私の力かどうかはともかく、なんとか勝てたみたいね。マジ死ぬかと思ったけど。お疲れ様。もうこの辺りに疑害はいないようね。じゃあ事情っていうのを説明してくれるのね。一体何がどうなってこんなことになってるの。俺も聞かせてもらおう。信長さん、どこに行ってたのよ。お前たちが遅いのだ。待ちくたびれたぞ。あのね、信長さん、女の子に対してそういうのってどうかと思うわ。そんなんじゃモテないよ。モテない？
女性に好かれないって意味。俺は性質が1人、側室が8人いるが足りんか。だったらお前も側室に迎えてやってもいいぞ。は？奥さんが9人もいるってこと？信じらんない。断じてお断りよ。そうか、ではこの話は終わりだ。そっちの話を聞こう。報告があると言ったな。何が？はい、実は先日夢の中でお告げがあったんです。本能寺の地下に冥界という場所があって、そこで魔王が蘇ろうとしていると。魔王だと？信長様が上洛するために本能寺へ向かったのは知っていました。ただの夢とも思ったのですが、それでも万が一のことがあってはと思い、こうして浜の刀を持って馳せ参じたのです。信長様に報告した上で調律の巫女様を探そうと思っていたのですが、まさか一緒にいらっしゃるとは思いませんでした。それでこの者たちは？私と同じお告げを受けた人たちです。ここで出会いました。そうか、同じお告げを。では伊予が見たというお告げもただの夢ではなさそうだ。私もそう思います。それで未来から使わされたのが魔王を倒す力を持つ調律の巫女様です。私たちはお告げで調律の巫女様を助けて魔王を倒せと言われました。え、私？いいよ、ご苦労だった。それだけ聞けば十分だ。俺は行く。信長様、行くってどちらへ？おそらくこの茶番を画策したのは光秀だ。天下を横取りしようにも自分一人の力では俺にかなわぬと悟って、魔王をよみがえらせその力を利用しようというのだ。明智様が？そんな。事実、周囲は光秀の軍勢に囲まれておる。そして本能寺の地下で魔王がよみがえろうとしているだろう。光秀以外誰の仕業だというのだ。だとすれば、これは織田家の、いや俺の問題だ。光秀を見つけ出し俺の手で始末をつけねばならぬ。では私もお供いたします。お前はお告げを受けたんだろう。調律の巫女を助けろ。あ、はい、その通りです。それが正しいと思うのならお前の使命を果たせ。俺には俺の果たさねばならぬ野望がある。私の使命？自分で決めろ。光秀ごと魔王も俺が倒してしまうかもしれんが、その時は文句を言うなよ。ではな。ああ、言ってしまわれた。ずいぶん身勝手なおじさまね。よほど自分の力に自信があるのかしら。放っておけ。あの男の言う通り、わらわたちはわらわたちの使命を果たすだけだ。あのおじさまも味方に引き込めば戦力として期待できると思わない？それこそ必要がない。予言にはあの男の名は出てこなかったのだからな。調律の巫女とわらわたちだけでなすべきだ。あの、聞いてもいいかな。その蘇ろうとしている魔王ってどういうものなの？かつて世界を滅ぼそうとした存在らしい。うわぁ、やっぱりそういう系の魔王か。そうだよね、そういう話なんだよね、これって。
ミコ様、どうされたのですか？悪いんだけど、人違いじゃないのかな。私、ただの女子高生だよ。魔王を倒す力なんて持ってないもの。調律の巫女の末裔が未来からやってくるというのが正確な予言だ。どっちでもいいよ。とにかく私は調律のなんとかじゃなくて普通の女子高生なんだってば。女子高生が何かは知らぬが、お主未来から来たのだろう。それはどうやらそうみたい。これがドッキリじゃなければだけど。遥か昔、魔王を倒し冥界に封印したのが調律の巫女だと伝えられている。それが私のご先祖様？多分そういうことね。私たちはあなたを助けるために来たの。そういえばそっちのお主、イオだったか。いいのか、あの男を追うなら今だぞ。いえ、私はお告げの使命に従います。信長様は私がいてもいなくても大丈夫でしょうから。私も調律の巫女様のお供をします。あなた一人には背負わせないわ。安心して。ありがとう。そうだ、自己紹介がまだだったね。私は玉織紬よ。私はイオって言います。織田家に仕える忍びですが、今は巫女様のお供ですね。私は鋼、別の世界から来た忍者よ。私の場合はお告げじゃなくて雇い主から受けた任務だけど。え、別の世界から？そうよ。まあ私がどこから来たかなんてどうでもいいじゃない。全然どうでもよくないけど。じゃああなたも別の世界から来たの？そうだ。わらわは大春日の小耳岬の早姫という。ご先祖の予言を受け、魔王を倒すためにこの世界に来た。なんて？大春日の小耳岬の早姫長。どこまでが名字で、どこからが名前なの？あの、私も覚えられなかったんで、小耳さんって呼ばせてもらうことにしました。わらわの美しくて由緒ある名前を覚えられんとは嘆かわしい。仕方がない、呼びやすいように呼ぶがよい。イオちゃんに鋼さん、それに小耳ちゃんか。よろしくね。ねえ、この階段の先に魔王がいるの？お寺の地下ってちょっと怖いかも。この下は冥界へとつながっている。冥界？さっきも言ってたけど、何なのそれ？お主たち俗習に分かりやすく言えば地獄のようなものだ。地獄？私たちこれから地獄へ行くの？やっぱり帰っていい？気が進まないのは理解できるわ。でもそういうわけにはいかないの。お姉さんと一緒に行きましょう。きっと楽しいわよ。さすがに騙されないよ。はあ、また骸骨の人がたくさんいるのかな。血の池地獄とか見たくないよ。待ってください。何かおかしいです。気をつけてください。おかしいって話なら全部おかしいんだけどね。何？どうしたの？気をつけろって言われても。地震？うむ、魔王が蘇ろうとして冥界全体が膨張しているのだ。説明してくれるのは嬉しいんだけど、冷静に分析してる場合じゃないでしょ。この地震かなり大きいみたい。あら、こ
これはちょっとまずいかもしれないわね。地盤が崩れ、ああ捕まってください。巫女様は私の命に代えても守ります。地面が崩れた、落ちる落ちる。思い出を作っていきたいです。どのイベントスチルを見ましょう。準備を怠らないようにね。雰囲気が変わるよね。お着替え完了だよ。雰囲気が変わるよね。お着替え完了だよ。雰囲気が変わるよね。雰囲気が変わるよね。お着替え完了だよ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 。雰囲気が変わるよね。準備を怠ることなかれ。似合いますでしょうか。似合いますでしょうか。こちらの色も気に入ってます。
ますでしょうか。こちらの色も気に入ってます。似合いますでしょうか。こちらの色も気に入ってます。似合いますでしょうか。こちらの色も気に入ってます。似合いますでしょうか。準備を怠ってはダメよ。気分が変わるわね。気分が変わるわね。気分が変わるわね。着替えちゃったわ。気分が変わるわね。着替えちゃったわ。気分が変わるわね。気分が変わるわね。気分が変わるわね。着替えちゃったわ。着替えちゃったわ。着替えちゃったわ。準備を怠ってはならぬ。どれを着ても似合っておろう。良き色合いだな。どれを着ても似合っておろう。どれを着ても似合っておろう。良き色合いだな。良き色合いだな。どれを着ても似合っておろう。良き色合いだな。良き色合いだな。準備を怠ってはダメよ。良き色合いだな。信長、いちごパンツで本能寺の変。1582年だから、いちごパンツ、か。天正10年6月2日、本能寺の変が起きる。って、これじゃあ本能寺で何が起きたか全然わかんないし。大体、織田信長にも失礼だよ。戦国時代の武将が、いちごパンツなんて履いてるわけないでしょ。だから暗記だけの語呂合わせって嫌いなんだよな。こんなの覚えられるわけないじゃん。ねえねえ、紬。帰りにみんなでカフェに寄っていくんだけど、紬も一緒に行かない？ああ、ちょうどいいところに来た。ねえ、本能寺の変って何が起きたか知ってる？え？知らない。
だってそこまだ授業で習ってないところだもん。そうだったっけ。じゃあ私だって知ってるわけないじゃんね。いやでも期末テストの範囲には入ってるっぽいし、今から予習しておくべきか。どうしようかな。なーに、居残りでテスト勉強？勉強なら家に帰ってからすればいいじゃない。もちろん家でもするよ。でもあんまり早く帰るとおじいちゃんが剣術のお稽古しろってうるさくて。あー、紬のおじいちゃん道場を継がせようとしてるんだっけ。道場って言ったって門下生もいないのよ。今の世の中剣術じゃ食べていけないもの。剣術よりも日本史のテストってわけか。現実は厳しいね。そういうこと。だから今日はごめん。みんなで行ってきて。ま、しょうがないか。次は絶対に付き合ってね。それじゃ。うん、ありがとう。私の分まで楽しんできてね。はぁ、私もカフェ行きたかったな。おっと、ダメダメ。せっかく誘惑を振り切ったんだもの。勉強に集中しなくちゃ。ご褒美やテストを乗り切った後ってことで。よし、真面目にやるぞ。教科書を用意してっと。で、いちごパンツの織田信長さんか。この人も漫画とかドラマによく出てくるよね。実際は、どんな人だったんだろう。歴史の教科書のどこを開いても、戦争の話ばっかり。飽きないのかな？みんなでおしゃれなカフェで話し合えばいいのに。やっぱり戦争なんてない方がいいよね。とりあえずは戦国時代に生まれなくてよかった。調律の巫女よ、調律の巫女の末裔よ。だ、誰？教室には私しかいないのに、どこかに隠れてるの？いたずらのつもり？魔王に会うのです。何？私に言ってるの？よく聞こえないよ。なんなのこれ。で、気づいたら本能寺にいて信長さんと会ったの。あとはイオちゃんも知ってる通りかな。イオちゃんと一緒にいた子たちとも離れ離れになっちゃったし、あの二人無事だといいんだけど。あの二人なら心配ないと思います。私なんかよりずっと優秀な忍者ですから。身のこなしを見て一目ですごい人たちだって分かりました。そうなんだ。なら先に自分たちの心配をした方がいいのかも。今だって何が何だか夢なのか現実なのかも分かんないくらいだよ。巫女様が混乱なさるのも仕方ないと思います。でもこれは夢ではありません。現実の出来事です。現実。じゃあ聞きたいんだけど、さっき会ったおじさんって本当に織田信長さんなの？本当の？という言葉の意味がよくわかりませんが、巫女様がおっしゃる通り、あの方が織田信長様です。それにさっき本能寺とか言ってたよね。今って何年の何月かわかる？はい、天正10年の6月2日です。天正10年って1582年だったはずだよね。あの語呂合わせが役に立つとは思わなかったな。じゃなくて、私は今本能寺の変の真っ只中にいるってこと？いや、まさかね。あは、あはははは。あの、巫女様がお聞きになりたかったことの答えにはなっていないかもしれませんが、でも今のお話を聞いて一つだけ分かったことがあります。
分かったこと？巫女様はやっぱり調律の巫女様だってことです。今の話でどうしてそうなるの？その誰か分からない声は確かに調律の巫女って言ったんですよね。多分そうだと思う。なんて言ってるのかよく分かんなかったんだけど、イオちゃんたちが調律の巫女って言ってるのを聞いて、ああ、あの声はそう言ってたんだなって。でもそれだけで私が調律の巫女だって決めつけるには根拠としてあやふやすぎない？そんなことはありません。私は未来から調律の巫女様がやってくるってお告げを受けました。鋼さんも小耳さんも同じです。それに夢のお告げの中で私見たんです、巫女様のお姿を。珍しい西洋のお召し物を着てらっしゃいますし、歌舞伎物ってよりもうつけ物って感じの髪型も忘れるわけがありません。うつけ物？ああ、アホ毛ってことか。これいくらセットしても跳ねちゃうんだよね。失礼しました。あの、私にとってはうつけ者って褒め言葉なんです。尊敬する信長様がそう呼ばれてたので。あの、その、いいよいいよ、気にしてないから。そうよね、戦国時代の人から見たら確かに珍しいよね。失礼なことばかり言ってしまって。なあ、私ってなんでいつもこうなんだろう。気にしてないってば。そうか、それぞれの話を総合すると私が調律の巫女ってことになるのか。でもな、だとすると困ったな。困る？何がですか？あの、一応聞くけど、これってマジな話なのよね？マジ？ってどういう意味ですか？なんて言えばいいんだろう。嘘とか冗談じゃなくて本気の真面目なことって感じかな。だったらこれ以上ないってくらいマジです。そうよね、イオちゃんが嘘を言ってるんじゃないのは私にもわかるもの。でもそうすると私が蘇りつつある魔王を倒すってそういう話になるんでしょ？はい、巫女様のおっしゃる通りです。じゃあさ、私が仮によ、その調律の巫女だったとして、その魔王が蘇るのを止めるために具体的に何をすればいいの？っていうか、大体魔王って何なの？私にもわかりません。私、お告げに従って本能寺へ来ただけで他には何も知らなくて。マジ？あの、はい、マジです。やっぱり夢だったことにならないかな。お役に立てなくて申し訳ありません。これ以上恥をさらすわけには参りません。今すぐ違い用の毒薬を飲み干しますので、しばしお待ちください。うわあ、やめてやめて。せっかく前向きに考えてみようと思ったのに、そんなことされたら今この場で心が折れちゃう。でも多分他の二人が詳しいことを知ってるんじゃないかな。私たちも無事だったんだし、きっとどこかにいるって。ほら、イオちゃん、一緒に探しに行こう。はい、私精一杯巫女様のお役に立ちます。心して参りましょう。
次はあれを使えば。それ。特大の鬼丸
日頃の修行の成果です。怠らないようにね。
準備を怠ることなかれ。準備を怠ってはダメよ。よし。遊びやすいように変更いたしましょう。続くの？申し訳ありません。私も初めての場所なので。そっか、そうだよね。わかんないよね。巫女様、大丈夫ですか？辛いようなら少し休憩しましょう。ありがとう。正直すっごく助かる。この冥界ってのは一体何なの？道は舗装されてないし、自販機も見当たらないし、めっちゃ疲れたよ。イオちゃんは全然疲れてなさそうだね。はい、私体力だけは自信があるんです。それに普段の忍びの訓練に比べたらこれくらいなんともありません。はあ、私って体力ないんだな。進むのが早すぎるようなら遠慮なく言ってください。調律の巫女様にご無理をさせるわけにはいきませんから。それ、え、どれでしょうか、巫女様。その巫女様って呼び方どうにかならないかな。なんだか難よくって。では玉織様でどうでしょうか。そうじゃないっていうか、それじゃあニュアンス変わらなくない？もっと気軽な呼び方っていうか、紬って呼び捨てでいいのに。そんな呼び捨てなんてできません。じゃあそうですね、紬お姉様ではどうでしょう。ちょっと照れくさいけど、でも巫女様より全然いいかな。ではそう呼びしますね、紬お姉様。あのね、私はイオちゃんに仕えてほしいなんて思ってないの。私が住んでた未来には身分の差とかそういう面倒なのはなかったし。そうなんですか。身分がないなんて、未来って不思議なところなんですね。とにかく私はイオちゃんのことを家来とかって思ってないから、それだけは覚えておいてほしいんだ。わかりました、紬お姉様。うん、体もだいぶ楽になったよ。休ませてくれてありがとうね、イオちゃん。じゃあ先に進もうか。紬お姉様、お聞きしたいことがあるんですが。多分私も同じこと考えてた。向こうに見えるあれのことだよね。そうです。何なんでしょう。門に見えますけれど、あれ
意味ありませんよね。ただ門だけ立てても周りに何もないんじゃ役に立たないと思うんですが、門を通らなくても裏側に回れちゃいますし。でもいかにも怪しいっぽいんだよな。もしかしたらあれじゃない？ほら、ゲームとかでもよく出てくるでしょ？ワープゲートっていうのかな。ゲーム？ワープ？すみません、知らない言葉です。あ、ごめん。なんていうか、あの門をくぐると全然別の場所に行けるのよ。ほら、門って本来は別の場所と場所をつなぐものでしょ？未来にはそんな便利なものがあるんですか？すごいです！いや、ないんだけど、その話は後にするとして、とりあえずあの門をくぐってみない？危険です。罠かもしれません。こんな場所でこれ以上何が危険だって言うのよ。とにかく罠だろうとなんだろうと、私たちは先に進むしかないんだもの。思い切って扉を開けて門をくぐってみようよ。紬お姉様は勇気がおありなんですね。危険を恐れてばかりで歩みを止めてはいけない。確かにお姉様のおっしゃる通りです。勇気っていうか開き直ってるだけなんだけどね。わかりました、やってみましょう。でも十分に気をつけてください。もちろんよ。じゃあ、あの門まで行ってみよう。よろしくね。心して参りましょう。足元に注意してください。ここは慎重に進もう。
つむぎお姉さま、お怪我はございませんか？中身のない忍術は惨めですよね。死んじゃう。さすがは紬お姉様です。調律の巫女様の力はすごいです。私一人の力じゃどうにもならなかったよ。リオちゃんがいなかったらきっと負けてた。そんなことありません。私頑丈なことと体力だけが取り柄で、まだ修行中の身ですし、大してお役に立てなくて。十分すごいと思うんだけどな。でもそういうことじゃなくってさ。ね、イオちゃんはどうして私なんかのためにそんなに頑張ってくれるの？お告げでそう言われたから。もちろんそれもありますけど、なんて言えばいいんでしょうか。もうすぐ鬼滅様のお社でお祭りがあるんです。お祭り？はい、尾張だけじゃなくて他の国からもたくさん見物に来るんですよ。たくさんの提灯で飾り付けられた大きな船がたくさん出て、とっても綺麗なんです。そんなお祭りがあるんだ。楽しかったな。お侍も町の人もみんなニコニコ笑ってて幸せそうで、その時食べたお団子の味は忘れられません。でも魔王が蘇ってしまったらお祭りどころじゃなくなっちゃいます。それは私すごく嫌です。そっか、お祭りか。それに、それに、こんなこと言っちゃいけないのかもしれませんけど、同じ任務を受けた仲間が男の人ばっかりで、なんていうか。わかる。男の子ってこう風情ってものがないよね。ガサツだしうるさいし。私はもうちょっと静かにお船を眺めたりしたかったんですけど、だから紬お姉さまみたいな年頃の近い女の子とお祭りに行ったらもっともっと楽しいだろうなって、そう思ったんです。魔王を倒さなきゃって大変な時におかしなことを言ってごめんなさい。私の話なんてどうだっていいですよね。ちっともおかしくなんかないよ。私もイヤちゃんとお祭り行ってみたいな。よかった。お姉さまが難しい顔をなさったので、てっきり怒らせてしまったかと思って。ごめんごめん。ただ私が今頑張らないとそういう幸せもなくなっちゃうんだなって改めて思ったの。よし、目が覚めた。これが夢ならそれでいいし、もし夢じゃなかったとしたら今逃げ出せばきっとすごく後悔する。イオちゃんとお祭りを見るために調律の巫女ってのを本気でやってみようかな。お姉さま、ありがとうございます。いい話ね。お姉さん感動しちゃった。びっくりした。甘酸っぱいわ。私にもこんな頃があったのよね。鋼さん、よかった、無事だったんですね。つむぎちゃんもイオちゃんも元気そうで何より。落ちたところから急いで戻ってきたんだけど、それほど心配する必要なかったかしら。来るならもうちょっと早く来てほしかったな。マジで死ぬかと思ったんだから、もう指一本だって動かしたくない。あら、じゃあもう少し進んだところに安全そうな場所があったから、まずはそこまで行きましょう。そこなら体も休められるわ。
案内するわね。行きましょう、つむぎお姉様。小耳さんも早く探さなくちゃ。隠密と暗殺なら任せてちょうだい。クレープ食べたい、ケーキも食べたい。しっかり刀の手入れをしておこう。ここは剣術だけで生きていける世界なのかな。隠密と暗殺なら任せてちょうだい。せっかくだから綺麗な着物をお土産にしようかな。お茶屋さんでお団子が食べたいな。お茶屋さんでお団子が食べたいな。隠密と暗殺なら任せてちょうだい。